ちは、みっちゃんねるです。今日はですね、非常にこう残念なお知らせなんですけども、女優の八千草薫さん、去年88歳ですね、宝塚出身ということですけど、この方は、ね、どうもその関西の方だったらしいけども、主な、ね、主演作品、出演作品、数々ありますよ本当に。僕が知っている限りではですね、例えば岸辺のアルバムというね、最近多摩地方で起きたその、水害がありましたけれども、50年ぐらい前にもですね、あの辺りものすごいこう大水害にあったことがあるんですよね。その水害のことも含んだドラマだったんですね。僕内容はちょっと忘れてしまいましたけども、八千草薫さんがですね、可愛い主婦なんですけども、その竹脇無我なんかがね、口説くんですね、低い声でね。で、八千草薫さんの心が揺れ動くという、そういうドラマだったかなと思うんですけどね。国広富幸とか出てて、その後もその国広富幸の出るドラマなんかのお母さん役といえば、八千草薫さんだったなと僕の記憶では覚えております。そういうことでね、それ以降もですね、可愛らしいおばあさん、綺麗なおばあさん代表といえば八千草薫さんしかいないんじゃないかなと僕らの世代では思うわけですよね。88歳です、人はね、誰でも本当に最後を迎えるんだなというふうに思いました。本当に、惜しいですけど、それもやっぱり人間生きてる人間としてはそうしょうがないのかなということを、強く今日感じました。ということで、今日はですね、本当にご冥福をお祈りしたいと思います。以上、みっちゃんねるでございます。